おはようございます。今日も琵琶湖のゴミ回収に来てみました。この水路の一番奥の部分にたくさんゴミが溜まっているようですので、今日はこのゴミ回収をしてみたいと思います。もうちょっと近づいてみますと、吹き溜まりのような形になっている場所ですね。一番奥にはホテイアオイも少し群生し始めてますので、あまりいい状態ではないですね。この辺りは大丈夫。はい、この辺りがものすごいゴミですね。はい、船で来た跡も残ってるんですけども、それをまた浮かのように両脇にゴミの列があります。ここに防波堤、防潮堤というんですかね、があるんですけども、これが境になってここに吹き溜まっているので、ちょうど、逆にゴミ回収するにはいいような感じなんですけども、一箇所に集中して、ゴミが溜まっています。水路の向こうの方を見ますと、ゴミはないです。はい、このような状況です。琵琶湖は南湖へどんどん水が流れていく傾向がありますので、水の流れは基本的にあちらの方へ行くようです。しかしここで防潮堤があって、吹き溜まっているというような、特徴的な地形の場所です。はい、ではゴミ回収していきます。はい、だいぶトレイがいっぱいになってきました。なぜか、指定ゴミ袋がいっぱい浮いていました。これは再利用できますね。はい、だいたいあの辺全部ゴミ拾い、できました。はい、こちらも綺麗になりました。ぐるっと来まして、この辺りはまだですね。もう一頑張りしますか。はい、ぐるっと一周です。ここはまだですね。はい、一周です。